長篠での直政の活躍は目覚ましかった。だが彼はますます孤立を深めていく。直政の厳しすぎる姿勢は徳川陣営にはなかなか理解されなかったのである。そんな中、長篠で徳川と共闘した天下人織田信長が配下の明智光秀に討たれ死去。天下を束ねる者が消え、日の本の各地で領土争いが再燃する。織田が支配していた甲斐信濃の旧武田領も徳川、上杉、北条、真田の格好の標的にされた。この領地争いを優位にすべく、家康は上杉と連合、直政ら主力を率いて万全の態勢で旧武田領に侵攻した。神聖の将、天正神武の乱。最善を尽くす、それだけだ。いらっしゃいませ。お買い得品があります。やってみろ、新入り。どうした新入り、自分が皆から敬遠されておると知って寂しいか。寂しいとかくだらない。俺はいつも徳川のことしか考えていませんから。忠勝様、いつからなんですか。徳川の将が皆傷を恐れ弱くなったのだ。三方ヶ原の戦いでは皆果敢に戦ったと聞いています。なのに今はダメです。ダメすぎます。皆も三方ヶ原を経験しておらぬ新入りに言われたくはなかろうな。あの地獄を経験したからこそ皆慎重になった。そして団結するようになったのだ。一人よがりの突出が引き起こすは悲劇。徳川の将は皆分かっておる。一人を除いてな。あなたも回りくどいですね。俺の行動が間違っていると言いたいんでしょう。だったら俺以上に働いてください。俺以上に徳川に対して最善を尽くしてください。無傷ばかり誇ってないで、名誉の傷の一つや二つ作ってください。少子、拙者が目指すはただ勝利のみ。傷を作るために戦をしているわけではない。存分に死地に飛び込め、新入り。その傷が致命傷にならぬことをせいぜい祈ろう。
長様の給料は渡さぬ。英雄上杉と協力し北条様が奥地戦向かいも織田信長の死を超え戦っている。俺も徳川のため最善を尽くす。徳川軍の方々、これよりは一致団結し次の空き巣狙いを追い払いましょうぞ。家康様と上杉景勝、どちらも守るべしか。必ず成し遂げてみせる。一生討ち取った。徳川と上杉が相手がいる。正幸、てめえのずる賢い戦には期待してるぜ。お任せあれ。真田の国役両家に地尊してくれよ。敵は北条と真田か。侮れぬ。あっぱれ、我らも続け。開門。それで上杉と共に進めよう。西を抜かれたか。つじが先やがたで迎え撃て。あれ式の敵、俺一人で十分。九代の方々の力は借りません。
せ出るべし。程度では俺に傷一つ残せない。みんなついてきて。お母さん、戦う勇気をください。勇ある者は本多平八に挑め。最善を尽くしたまで。任された、任された。撤退する。雪村の方が似合っている。開門。そんな挑発など無用。どろみち、真田の長男は撃たねばならない。よし、これにより。任された、任された。俺を重点的に狙うつもり。ちょうどいい。向かう手間も省ける。武士の情けをもって救援に立て。
また増やしたか。味方は勝手に油断して敗走しただけです。あといい加減新入りはやめてください。拙者が行くまで耐えてみせろ新入り。真田の小僧の策に敵も慌ててやがる。この気に乗じて攻めるぜ。サイド激戦か。望むところだ。任せあれ。神父城と上杉本陣を攻めろ。これが推薦。北条軍を迎撃せよ。城も上杉の本陣も渡してはならぬ。気は向くぜ。あつもくぞ。前方に直政ありよ。その戦ぶり、あがちもたぎるわ。
恐怖の魂、この槍にて貫かん。ついてこれるか。撃ち取った。勝ちはしたが不快だ。あの人には一言物申さないと。あわわ、直政がまた不穏なことを。俺にもう構わないでください。俺が最善を尽くし、徳川が勝つ。それの何が問題。本当にそう思っているのか、新入り。お前が最善を尽くすことができるのは何故か。お前がしくじっても怪我で済んでいるのは何故か。お前が見ておらぬところで味方が必死に戦っているからではないか。味方の功を共に喜び、味方の失策を共に補う。それが徳川の戦。そこに不代も戸様もない。そして徳川にとっての最善。殿の望むものは一人の力で成し得るものでもない。しかし殿の進む道は険しい。皆で力を合わせて殿の背中を押さねばならぬ。お前とならばと思ったのだが、新入りは所詮新入りということよ。